はい、どうもゴリラです。今日は前回死ぬ思いをした車中泊からですね2ヶ月ぐらいなんですけれども、前回の動画にもあるようにちょっとだけ、内装ベッドができたりとか内張りを少し張ったりとかっていうことをして、今週末というのは今日は2月の11日週末あったかいっていう噂を聞きつけたので、せっかくだからまあちょっと変化のあった作りかけのデュカトで行ってみようということになりました。今日はねどこに行くかっていうと、牛久の大仏、大きいなと思ってたらあれ世界一らしいですよね。あの世界一大きな大仏を見て、道の駅を見て RV パークに泊まると。今道の駅を見てとか言ったのは正確に何ていうところに行くか覚えてないからです。いつもの通り行き当たりばったりノープランで行きましょう。流山まで渋滞してるっていうことなので安全運転で張り切っていきましょう。じゃあ今日もよろしくお願いします。一番いいかなと思ったけど混んでるね。何食べてんの？一人で何食べてんの？好きだよねストロベリーチョコ。糖尿病予備軍だから糖尿病になったら食べられないだろうからまだ予備軍のうちにたくさん食べておこう。予備軍のうちに気をつけるんだよ普通。いやだから気をつけてたくさん食べてる。最近思うことはこの重曹機ね。重曹機がね取るのにね下向いちゃう。重曹機なんとかしたいね。危ないしさ。重曹機はなんとかしたい。お腹が邪魔でさ取るのも大変だしさみんなどうしてるんだろう教えてほしいな。こうするのもこの曲面ばっかりだから加工しにくいよね。どうしてるのか教えてください。あ、飲むなってことあるんじゃない。モリアサービスエリア、スタバがあって、蔵もあったね。でも駐車スペースがありません。大きいね、ここ。でかいね、うん。すごいね。こんな近くででっかく見えたのは初めてだ。まあ、これから行くんだけどさ。すごいね。アミってアウトレットあるんじゃない？すごーい。あ、登れんだよね、なんか。絶好の大仏日和だよ。楽しみな。そこに見終わっちゃったりして。アウトレット行きたくて。アウトレット行きたくてもうよくね、うん、そう見た見たっつって。そうでっかい。ほんと横から見るとカメハメハじゃん。ほんとに面白い。すごいね。何お家、何これ。ホテルだって。うわなんかわかんないけどすごい変わったとこだ。コンテナボックスみたいな。耳たぶものすごいでかいじゃん。助けられる気がしてきちゃった。なんか助けてもらえる助けてもらえる気がしてきちゃった。なんだろう120メートルもあるんでしょ。どこまで行けるんだろうね。中入って観音様と大仏様っていうのは違うのかね。わかんない。また菩薩もいるじゃん。わかんないね、どう違うのか。すごい大きい。大きいね。すごいめっちゃ大きい。すごいね大仏。なんかさちゃんとさ、なんか見てる気がする。目見て目。今日は2名様です。はい、そうです。大仏様入られますか？入りたいです。今入るときにね、30分ぐらい並ぶんです。ああ。ご了承ください。はい。すいません、じゃあ入ることで。はい、どうもありがとうございます。そうだね、REC、赤で REC は取れてる。牛久大仏の領収書、T 番号書いてない。経費できんのかな？はい、行きましょう。はい、何を？これもらおう。人は入れないみたいです。本当だ、ドローン禁止。さすがにここでドローン飛ばす度胸はないな。30分ぐらい待ちますよって言ったけど、こうやってる時間も入ってんでしょ？違うでしょ。向こうに行って30分並ぶの？そう、すごい。順路がある、順路。すごい。すごいね。何あの、頭についてるやつ？同じものです。これがあの頭にいっぱいくっついてんだ。はぁ、あ。はぁ、あ、とか、へぇしか言葉出てこないんだね。ほんと。親鸞聖人ゆかりの地、茨城。日立の国、かっこ茨城県は鎌倉時代、念仏こそ、終生救済の道と信じた親鸞聖人が、約20年にわたって布教活動に専念された地です。ということだ、そうです。これあれじゃないの？これ、あの、お願い書くやつ。やろう。これ、やりたい。何を願いますか？あ、これ、願うことを言っちゃったらいけないね。映るか映らないかギリギリぐらいのラインで撮ってるってすごくない？はあ、すごい。すごいの連発だよね。もうそれしか言えることないもんね。うん。
釈迦阿弥陀二尊が拝めます。あそこに帰ると、はあ、眩しいけど、はあ、すごいね。わあ、じゃあ私の目線でカメラを私の目の位置に置いてみよう。大きい、大きいね。世界一ってのがすごいね。ね、うん、でもさ、1位があると2位はどうなのって気にならない？なんかね、誰かの YouTube であった。あった、うん、2位やっぱみんな思うんだな。10位まで。はあ。でっかい手。すごいさ、それ入れるの難しいね。燃えちゃうよ。なんかもう別のところにしたら。キャー、真下に来ました。すごいね。でっか。この前の地震でも大仏様は無事だったんだもんね。確かに。怖いね。でもね、地震が来たら。すごいね。結構並んでます。ここから30分から40分。でか。すごい。見て見て。だってここまで来てる。気持ち悪い。すごいよ。ね、本当はあっちに行きたいのかな。いや、人がここにいるから何かくれると思ってるんじゃない？そういうこと？だってもう出ちゃってるよ、なんか上の方。本願草原の庭。あっち側に何があるんだろう。なんとか図みたいなの見てみる。なんとか図トンネル図みたいなのと。ここは何ですっていうやつ。さっきのパンフレットにあるかな。パンフレット入った入った。潰れちゃう。あ、いい匂いする。蕎麦屋さん。そうだね、お食事どころって書いてある。どうする？ちょっとなんか調べよ。うん、美味しいお店。あ、アウトレット行くんでしょ、だってだから並ばなかったんでしょ、うん、あ、焼き団子売ってるよ。そうそう、これだから3つの服よ、服団子。くるみ入り味噌を1つください。はい、どうも。おまけも、ま、味噌よかったね、くるみにして。一番美味しそうだったよ。牛久の大仏行ってきました。すごいでかい、見える？すんごいでかいね。いろんな YouTuber の人とかいろんなサイトにこれの紹介があるからまあいいかなっていうのとなんかどっかのカメラマンさんがさっきのアウトレット に行きたい度が高いみたいなので、まあ、中までは行かずに、まあ、40分並ぶって言ってたしね。多分40分以上だったね。こう思った以上に人はいるんだなと思った、うん、天気もいいしね。平日に来れたらね。そうだね、いいんだけどね。すごいでかいね、ほんと、うん、ということで、牛久の大仏でした。親鸞聖人様、ありがとうございました。ありがとうございました。キャンピングカーも結構止まってるね。知らなかった、こんなところにあるなんて。アウトレットを堪能しまして、次に向かうのは、蔵出し焼き芋かいつかっていうところに行きます。焼き芋のスイーツらしいので、この阿弥アウトレットから、ナビ入れて案内されてるのが、今進む道なんだけど、大丈夫か？これマジで合ってんのかな？大丈夫ですか、ナビ先生？ナビってさ、あれだよ。Google先生じゃないけど、本当にいいの？これで。本当にこれでいいのって感じじゃない？で、ナビってさ、どの車でもさ、通れるところ案内してくれるの？大きさ。いやー、それはナビによるんじゃないかな。なんかナビアプリでトラック専用のやつとかって、それ入ってると道幅がある程度広いところしか案内しないみたいな聞いたことあるけど。あ、じゃあ行ってみよう。はい、行ってみよう。ここもなんか気になる。絶対並んでるだけ美味しいんでしょ。いや違う、車もそうだし人も。じゃあ私が並んでようか、降りて。ケアが車で待ってる間私はそこで並んでようか、どう？かいつか焼き芋と黒豆茶買いました。蔵出し焼き芋かいつかっていうところに並んで焼き芋を買ってきました、うん、これね、焼き芋不思議だよね。冷たいままどうぞって言ってた。うちは温めないんですって言ったよね。いただきます、うん、冷たい。不思議だね。不思議、あんま。もうデザートみたい。うん、すげえ。なんだろう、いや普通に芋食ってるだけなのに芋羊羹食べてるみたい。なにこれ、うん、冷たいからかな。芋羊羹食べてるみたい。芋羊羹とこの繊維のところはね、うん、干し芋。よかったらあの
黒豆茶もどうぞって、おすすめなんだって、お芋と一緒に。あ、なんかちょっと蓋開けてさ、どうなってんのか見して。どうなってんの。ね、蓋開けてごらん。開かないよ、開かない。覗いてみる。うん、黒いお湯、黒豆茶だから。なんか入ってるよ、豆が入ってるね、黒豆が。豆入ってんの、びっくりした、今何かが当たったと思った。食べないでいいよ。なんか私、だしみたいなもんでしょ。あ、食べないの？めっちゃ並んだね。すげえ並んだ。ビビった。焼き芋買うのにこんな並ぶと思わなかった。お湯に、くんの黒豆が入ってるところにお湯をただ入れてるだけなんだけど、そこから、なんか出てくる。なんか出てくるってどういうことだよ。なんか出てくるって。飲む、それを飲むんだって。美味しいよ。でしょ？ね、なんだろう。っていうか、だから、黒豆茶っていうのには、いう言葉には、あんまり俺はちょっと、好みじゃないのかなと思ったけど、普通に、ほうじ茶っぽい。よかったね、買って。信じてよかったね。ただなんか豆が。出てくるんだ。一口じゃなくていいよ。半分こしたから、それ全部食べな。うん、はい。バイバイしちゃうの。まだ続くんだよ。私、おもちゃ屋といえばハローマックだもんね。ハローマック。開いてる開いてる、よいしょ、ここだ。もう普通の駐車場だね。これのどの辺？ここで受付するの。おう、それで教えてもらおう。はい、 RV パークつくば着きました。ここの社長さんに、トイレとかを案内してもらいました。寒いね、思ってたより。うん、今ね、トイレがね、ちょっと隣の建物って言ってんだけど、ここが受付、うん、まあ、遠くないけど近くはない。こっちはね、全部レンタルのキャンピングカーなんで、キャンピングカーのレンタルをやってる。泊まってみたいね、キャンピングカー。お手洗いが下、段差気をつけてね、はい、段差気をつけてって言われてたよね。言われてた。前回転んだよね。転ぶね。フラグだよね。夜やるよね、きっとね。お手洗いがこちらです。はい、ほい、すごい綺麗だよね。明るいしね、うん。で、トイレがここっていうことで、まあ、すごい綺麗。綺麗だね。うん。ピッカピカだよ。磨いたみたいに。え、すごい綺麗。ここがお手洗いでしょ。はい。で、炊事場と Wi-Fi。Wi-Fi、はい、ちょっと今教えられない。で、ちょっと近所のあの地図と、うん、あとゴミをここは捨てていいということで、うん、ペットボトル、缶瓶で、燃えないゴミで、これ燃えないゴミって書いてあるんですけど、これは燃えるゴミだそうです。なんか書くときになんとなく書いたら燃えないって書いちゃったんだって。だけどこれは燃えるゴミです、間違えないでね。燃えないって書いてあるけど燃えるゴミですからね。これ、あの、別に嘘じゃないからね。燃えないって書いてあるけど燃えるゴミです。受けたよね。受けた。あの、社長さんすごく気さくでいい方。そう、すごいいい感じ、うん、お風呂行こうか。じゃあお風呂行こうか、うん、じゃあお風呂でまた。はい、筑波温泉キラリ行ってきました。すごい人でした。男湯はそれでもシャワー浴びて体育座りでギリギリ入れる感じだったけど、女湯の方はロッカーが空いてなくて争奪戦、ロッカーのために並んでる人がいたようで、奥様は入れなかったそうです。でもね、フロントで並んでて入れなかったって言ったら、お金タダにしてくれたから、すごくそういう意味じゃ、まあ、いいとこなのかなって感じだよね、うん、まあ、いいとこだから人がいるんだろうけどね、うん、駐車場もすごいけど、もう満車、すごい量だもん。そら確かに人もいっぱいだよね、うん、俺はそれでも体育座りでお風呂に入れたんだけど、奥様の方は入れないみたいなので、この後お風呂どうするかを一回検討ですね。探してみよう。はい、ご飯めちゃめちゃ、なんかメニューはいいよね、うん、さあ車に戻ってきました。デュカトへようこそ。やっぱここだよね、早くここをなんとかしたいね。そこなんか何するんだっけ。まあ、ここは塞ぐよね。そこ見てくるの忘れたね。見た。大抵はドア開いてる状態で中見てるから、うん、そうなんだよね、うん。で、後ろと同じってことでしょ、うん、うん。あんまり寒くないっていうのは大きいよね。セラミックファンヒーターつけたから、車の中が暖かくなってくる。で、この電源も、じゃあ、ちゃんと生きてたってことで。うん。ね、分かってよかったね。ちゃんとこれ使えるかどうか。いやいや、当然使えるでしょ。っていうか、前回だって使ってるじゃん。お風呂がね。そうね。いや、結局、あの後、筑波温泉に入れなかったから、絹の湯行って、絹の湯はすごい良かったね。うん。
源泉かけ流しっていうのがすごく良くて、うんうん、入れなかった。あ残念、うん、あの外の露天風呂も良かったし、ご飯も美味しかった、うん、ご飯すごい美味しかった、美味しかったね、うん、すごいおすすめ。20キロぐらいあったのかな。でもこっから最初なんかさ、こちらの方にさ、そこに行くって言ったら、え？わかんない。だから遠いよって。そう、結構距離があるから、こっから行くっていうイメージなかったんだろうね。うん、高速乗ってたもんね。うん。まあでも今こうやって帰ってきて、ひとまずは電源も入って、セラミックファンヒーターの火をつけて、ほっと一息というところですね。うん、じゃあ夜の支度をするかな？はい。どう？最高。なんかさ、この中から見える感じもいい感じじゃん。なんかベッドがふわふわのふかふかの。ベッドに見える。でもちょっと首が高いから。あーでもね、そうでもないよ。俺はこれ楽。最高？最高。暮らせる？暮らせ、俺ここに住むわ。なんだろう、インフルとかコロナとかで隔離されるときはここがいい。そうだね。手が届くところに大抵のものがある。もうちょっと贅沢言うと、うん、寝る時のスマホ置き場みたいのがこの辺にあっといてね。俺はね、今日ここにあのコートとか上着をね、うん、ぶら下げたのには理由があって、うん、ここだけ断熱してないから滑った扉。確かに。だからわざとここにぶら下げたの。俺がこっち側だからさ。まあ、本ちゃんはここにね、もう少し何か作るけど、いいんじゃないの？よくさ、ほら、公務員辞めてバンライフになりましたとかあるけど、うん、社長は辞めて。社長は辞めらんね。社長は辞めらんね。けど、バンライファー。無理だよね。もう本当に今日大変だったもんね。いろいろ大変だったよね。楽しかったよね。超楽しかったじゃん。なんか調べることもまだ下手でね。行き当たりばったりを楽しむからバンライフっていうか、あの、社長なんじゃないの？なるほどね。RV パークとか、寝るところは予約しとかないといけないけど、うん、他のことは予約しないでも、ぷらっと行きたいところに行けるから、やっぱ車の旅なんじゃない、うんうん、なんでもいいんだよ、楽しければ。そういうことだね。うん、楽しければ。かけて寝なさい。はい、おやすみおやすみ。マジ気持ちいいわ。マジ気持ちいいわ。セラミックファンヒーターが、程よい仕事をしてくれてるから、うん、暑くもないし、寒くもない。これやっべえぞ。気持ちよくて。よかったね。いい夢見て。うん、はい、おやすみ。おやすみ。おはようございます。昨日は、すごいよく寝れました。大通り沿いなのですごい全然あの車の音とかなくて静かでした。ここは無人お野菜屋さん。霞ヶ浦に来てみました。道の駅でね、いろいろたくさん美味しいもの食べたい思ってたんだけどね、スタートが遅かったからね。なんか混んでるっていう話だったね。めちゃめちゃ混んでますよ今日は。目的地は左側です。朝ごはん食べようと思ってて、って言われたよね、うん、今からなんて言ったら。ネイチャーセンター。朝ごはん食べるの1時ごろになる。いや今日はやばいんだな。どこ行っても3連休舐めてましたね。もういい加減さ、ノープランやめなって。何度も言うけど、そのノープランの意味ってだって、ここに計画してきたとしても混んでたらダメなのは同じことじゃん。まあそうだね。来ないと分かんないんだよ。そうだね。ヘアピンカーブって言うんだっけ。ヘアピンカーブ。すごい水位が高いのかなこれ。でしょ、言ったじゃん。すぐそこまであるよ。自転車積みたいね。すれ違うの。そこに。まあすれ違い場所はあるけど。ここに行って怖いから来てくんないの。あんなでっかいの来てるよ。初心者っぽかったね。若くてそれは嫌だよね。ちゃんと手挙げていい子だよね、うん、だからそれは嫌だよね、うん、せっかくすれ違う場所なのにあんな風に駐車してたらすれ違えないよ。本当だね。まあ大体こんなところ走る方が少ないんだろうね。釣りしてるのかな、うん、ここで降りて。でも人いないね、ここに車。あ、いた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 。怖い怖い。コチンって言った。なんかコチン。枝が当たった。もう早く抜けたい。なんだろうこれ。何、ジャンクルジムじゃなくてなんて言うんだっけ。わかんない。怖い。何を指してるのかわかんない。どれ。ジャンクルクルーズみたい。そうか。だってこれ当たるよ絶対。これこれ。いや
途中何の標識もないまま走ってきて、いつの間にかこんな細い道だけど。分かんないけどさ、めっちゃ傷ついてるよ車。まあ大丈夫だ、木だからね相手は。これで俺一番嫌なのは、その先にゲートがあって行き止まりだったらどうしようかね。ね、ここまでさ走ってきて U ターンもできない。泣くよねもう。ああ、この距離バックで戻るって。レスキュー呼ぶよね。まあまあめんどくさいよ。おー、大丈夫そう、よかった。もう早く抜けたかったこの道。景色見なかったの？でも怖くて枝が気になっちゃって、左側の木ばっかり。進むやめる。壊れた、出た出た。これは今こんな明るい時間ですけど、帰り道です。今回のその1泊2日で行こうと思ってたところが、うん、まあ、情報収集の結果によると道の駅上層はえらい混んでて入れないという話を聞いて、朝ごはんをねその道の駅で食べようと思ってたら、駐車場並んでて入る頃には昼ごはんになっちゃうよっていう話があったので、並ぶのは厳しいねっていうことで他のところにしようかってなって、行ったことなかったから霞ヶ浦行ったんですよ。霞ヶ浦総合公園っていうところ行ってみたら、ここもまたあの駐車場がいっぱいで止まれ入れなくて、で特にデュカトだから、なんかやっぱりあのどこでもスイスイ入れるよってわけじゃなくて、うん、今日は作りかけのデュカトの車中泊ということがメインだったので、目的は達成したからいいかということで今帰り道です。俺は良かったけどね、昨日の筑波温泉キラリに、貴様がロッカーが開いてなくて入れなくても、絹の湯に行って絹の湯が良かったなーって言った時にも、絹の湯の一番いいなんかぬるぬるしたお湯には、あの奥様だけ入れなかったとしても、うん、夜中の電源があるからセラミックファンヒーターつけて、これあったかいじゃんつってね寝てたけど、あのセラミックファンヒーターとかっていうのはつけっぱなしでダメだからって、なんかタイマーがあって夜中消えちゃうみたいなんだよね。で夜中寒くて目が覚めて、だけどあの布団から出るのが嫌だからギリギリまで我慢してセラミックファンヒーターなしで過ごして、前回よりはあったかかったと思うんだけど、ベッドがあるだけ全然違うよ ね。そう思った。朝になってさ、社長さんとかとお話しした時にさ、うん、こんな遠くまでお風呂行ったのっ っていう感じだったね、うん、で隣にねなんか泊まってた方とちょっと朝喋れることがあってね、だから夜いなかったのかって言われてね。言ったね。普段あの行動してる範囲からすれば15キロ20キロぐらいってなんかすぐそこな感じだったけど、うん、RV パークの社長さんはなんかやっぱ20キロって結構遠くっていう感じみたいで、そこまで行ったのっていう感じだったね。なんかこうキャンピングカーに乗ってそういうところで泊まると隣の方とかすごいフレンドリーでさ、なんかね、そうね、あの少なくとも共通の趣味を持った人だっていう認識がお互いにあるんだよね。そう、なんとなく連帯感というか一体感というか、少なくとも全く知らない人だけど同じ趣味を持ってる仲間なんだみたいな、なんだろうね、不思議な感覚。ちょっと会話するだけでもね、なんか前からの友達みたいな感じがね、まあすごくして、そういうのもいいんだね。スタバでコーヒー買って、その買ったコーヒーを車の中で飲んで、じゃあどこ行こうかねなんていう話をする、そんなあの15分20分ぐらいの時間がすごくいい時間に感じたりしてね、まあこれなんだなーって、まあこれなんだなーの延長に、じゃあ観光とか考えないで霞ヶ浦の湖でも見ようかって言ったのがまた間違いだったね。もうさ、なんか海沿い走ろうと思ったらさ、その海じゃねえや、湖沿い走ろうと思ったらさ、湖沿いの道がまた細くてさ、途中からもうね木はあるし、自転車のなんかサイクリングコースみたいな道になっちゃうし、ここ走っていいのかなってすごい思いながら走ったけど、めっちゃ怖かった。なんか当たって枝とか、ね、今回さ泊まってみて思ったことはさ、あのテーブルとか取り付けなくていい、ね、そうね、あの なんだっけ、ダイニングっていうの、うん、今日あの急ごしらえだったから、コールマンさんの折りたたみの机テーブル4なんとかテーブルと、あとキャンプ用の椅子とかでやって過ごしたんだけど、全然それでもくつろげたね。むしろそれがいいって思った。あの使わないとき畳んでられてそこスペースできるし、使いたいときだけ。そうだよ、なんならだってそれそのまま持って表に出ればいいんだからね、めっちゃいいじゃん。固定でそれつけるのはやめようって思った。それを上手に収納、なんていうの、出し入れがある程度できるやすくて、うん、スペースを取らない上手な収納の仕方ができたらいいね、うん、靴箱、靴脱ぐところ、うん、洗面台、うん、こ
これだからテストなんだよ、うん、そうちょっとずつ良くなったらその、ね、どうやってできたかのテストをまめにやっていく、うん、今日はだからテストドライブです、うんうん、よかった。今日のテストドライブはじゃあカメラマン的には何点ですか？そうだな、 4。 まさか50点満点ではなさそうだよね。50点満点で今46点ぐらい。成功じゃねえじゃん全然成功じゃねえじゃん46点ってなんかさ、だってさ、どういうことなの？なんかやっぱりさ、あの無計画すぎて。でそれはテストドライブ関係ないよね車の使い心地を言ってるのに、使い心地か。でしょ、だってテストドライブだったら その計画のあるなしなんて。まあそうだね、じゃあそれに62点ぐらいそれでも少なそれでも少な。あじゃあ、まあ、ちょっと頑張っていかなきゃいけないね。磨きとか。びっくりした。いやだからそれは。まあそれ大丈夫。それが30点くらい取っちゃうんだ。今できてるものの性能を試すのに、うん、ないものの得点数を考えてもダメじゃない。うん、それは洗面台作った後に60何点つったら洗面台の評価になるけど、うん、そうじゃない。今ないもの、次に作るものの点数を今入れたらダメでしょ。じゃ今このあるもので何点か。じゃなかったらテストドライブなんないでしょ。作ったものを評価するからテストドライブでしょ。私さ、この間さ、あの MRI、 脳の MRI 査検査しに行ったのよ。ああ全然脳の萎縮がなくて、ね、頭の中、脳みそ40代だよって言われて、全然寝ぼけてないよって言われた時どうしてなんだろう。いや40代の頃から今のまんまだからじゃん。いやあなた昔から変わってないから別に。それ50過ぎてなんかボケたねって言うなら変わってるけど、もう多分なんなら出会った時からボケてたから全然変わってない。むしろそうだろうなって感じ。全然そんなわけない。私なんかいろいろ最近やばいのって言ったら、なんか前からやばいよ何も最近じゃないよ。緊張感を持って生活すればって言われた。もう少し緊張感を持って生活したら違うんじゃないって言われた。脳みそが問題じゃないって。まあ、いいんじゃない今のままで。別に何か害があるわけじゃないし、時々ヘンチクリな感じの読み方するのと、ポンコツだね、ずっとポンコツで変わらない。言葉が噛み合わないぐらいで。じゃあ62点。それでも変わんないのかよ。どうしてだよ。変わんないのそれでも。まあいいや、じゃあ頑張りましょう。すごい良かった。本当に本当になんかこう何にもしなくていいや、もう朝起きたばっかだけどもう一回寝ようかって感じになったし ね。本当すごいいいわ。良かったと思います。じゃあとりあえずもうこのまま帰って、そうね、地元の温泉に入って。そうだね、うん、動画編集でもしたことないか分かんないけどゴリラマンキャンプ今日は62点でしたバイバイ危ない危ない。